絶賛体調不良中の大輔です。今回の動画はちょっと見苦しいかもしれませんね。編集が多分できないと思いますので、覚悟してご覧ください。体調不良なんで血圧測りたいと思います。あと体温ですね。喉やられちゃいましてね。これ締め付けが怖いですね。あんま喋んない方がいいんですかね、これやってるときは。ちょっと黙りますね。あ、出ましたね。あ、ちょっと高いですね。見えますかね。上が139、下が88。で、心拍数が102ですね。高すぎですね。最近、ちょこちょこ測ってるんですけど、120台が多かったんですけどね。やっぱり体調不良なんですかね。まあ、ご飯食べてすぐなんで、それもあるんですかね。で、次は体温を測りたいと思います。これは別に、喋りながらできますよね。そうなんですよ。喉をやられちゃいましてね。熱は多分ないと思うんですよ。これ喉のスプレーとか買ってきました。高いので500円ぐらいしましたね。あと、カッコン湯ですね。もう風邪には絶対なりたくないんで。もう体だるかったですね。夜勤早退しようと思ったんですけどね。で、意外と、職場の人と喋ってると、いけちゃうんですよね。まあ、ちょっと高いぐらいですね。36度キューブ。ちょっと光で見えないですかね。36度キューブです。大丈夫ですね。今の職場は37.5度以上あったら来るなって言われてるんで、これ大丈夫ですね。まあまた行く前に測りますけど。で、まあ喉はピークを超えましたね。こうやって喋っててもちょっと痛いぐらいで、本当に夜勤始めて2時間ぐらいの時はピークでしたね。もう唾飲み込むたびにもうめちゃくちゃ激痛が走って、もうずっとトローチ舐めてたんですけど、まあなんとかやってきましたね。で、これから寝て、日勤に行ってきますね。まあ多分これから寝たら治ると思うんですよ。熱もなかったですから、発熱する前に治したいです。それでですね、本題なんですけど、明日土曜日、27日ですね、27日の土曜日の夜9時半くらいから生配信やりたいと思います。あ、この喉の感じが治ってなかったらやりませんけども、まあ、五分五分ってとこでしょうかね。まあ、日勤が終わった後、よく寝て、夜勤、あ、そうか、今日の夜も夜勤ありますから、それが終わった後によく寝て、まあ、多分治ってると思いますよ。なので、まあ、ちょっと急なんですけど、生配信をやりたいと思いますね。やったとしても病み上がりっていうことで、そんなに長時間はやりません。まあ、長くても3時間ぐらいでやりたいと思いますね。絶対やりたいことがあって、次の配信で。まずスクラッチを生配信中に削るっていう。300万円最高で当たるやつなんで。それ当たったら盛り上がりますよね。視聴者プレゼントとかやりたいですけどね。ちょっと YouTube の規定に引っかかりそうなんで、まあ、そこは置いといて。あとはまあ、飲みながら絵描いたり。あとなんかやりたいことありましたね。あ、企画会議ですね。登録者1000人に向けて、どんな動画がバズるかを皆さんに聞きながら、ああでもない、こうでもないみたいな。まあ、以前もやりましたけどね、そういう話し合いみたいなのは。皆さんにいただいたアイディア、まだ全然実行できてないのがたくさんありますけど、それに加えてやっていきたいと思いますね。それではもうこのぐらいで寝ます。おやすみなさい。